こんにちは、サイズです、今日もここ栃木県宇都宮市アメカジの聖地フッパー宇都宮店さんよりサイズ TV をお届けします。はい、店長の草です。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。始める前に、はい、さん、あのちょっとご報告があります、ね、お、何でしょう。ですね、1月14日、はいはい、チャンネル登録者数の方が3000人を超えました。おめでとうございます。ありがとうございます。3000人ありがとうございます。すごいな。まあでもね、この間2000人出てたのにもう、そう、でも3000人ですね。2ヶ月で3000人です。おー、すごいですね、はい、じゃあもう今年中には1万人、はい、多分100万ぐらいいくんじゃないかな。でもこの調査あれ小学生からやり直したらいい。2000の3000の次は100万じゃないですよ。おかしい、うん、おかしい、違う、3000とね、はい、100万円は違いますから、はい、まあでもね、そのぐらい目指してね、まあ、まあ、そこまで数字がこだわるわけじゃないんですけど、やっぱ嬉しいんでね、はい、まあそうですよね、はい、まあやっぱりこう目に見えてね、あの見ている方が増えてくださるっていうのはありがたいですからね、はい、ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。それではひろきさん、はい。そういうわけでね、はい、まあこことかちょっとちょこちょこやってるんだけど、まあ朝です3000人見てますからね、はい、あのカメラの向こうには3000人がいますから、3000人いますけど、はい、ちゃんとしましょう、はい、今日は、はい、ウェアハウスのスープです。あれ。こっちに振って俺が言うんじゃないの。いや、もちろんさらって言っちゃう、はい、はいはい、ウェアハウスのスープちょっとやりましょう。そうですね、はい、いや、まあね、年明けて、まあ、やっとってたらですけど入ってきましたそうですね。なんか変に入ってこないって。そうですね、ちょこちょこ入ってくるから。どう本当ただサイズ TV スウェットの回増えんじゃねえみたいな、もうその都度になっちゃうけど、はい、まあでも本当にタイミングで言っていかないと、そうです、こればっかりはなくなっちゃう。はい、はい、まあちょっとね、今日はいつもと違う切り口からあやっていきたいと思います。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。サイズ TV、こちらですね、奥さん。はい、こちらです。なんか何回やってんのこれ。何回ですかね。何回か分かんない。何回でもやりましょう。何回でもやりましょう。まあ、ガラ変わりますからね。そうそうそう。はい。まあ、もうご存知、フェアハウス403。403ですね。はい。403ボディの、まあ、プリントが CJ パーズ。パーズ。ですかね。パーズ。パーズ。ですかね。はい。っていう柄の、まあ、すごいシンプルな、うん、まあ、本当レターだけの2段レター。はい。めちゃくちゃシンプルな柄のスウェットです。はい。はい、あの以前ね、無地の方で、そうですね、詳しくこうディテールとか、はい、そういったものは紹介してます、はい、こちらを参照にしていただきたいなと、はい、ぜひ思います。はい、はい、でもどれがあるかだけ言ってみよう。フーパーさんでね、はい、一応うちの方としては3色ですね、はい、まあ、オートミールと、まあ、これスミクロで、ライトレッドだっけ、サーモンじゃん、サーモンだ、ごめんなさい、サーモン、サーモン、シャケ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 です。シャケ。あ、これ黒？そう、これスミクロですよ。ネイビーじゃないです。じゃない。はい。そう。だからまあ一応、オートミールはね、まあ言っても、そんな色落ちするとかではないんですけど、前にも野村さんの回で言ってますけど、一応茶面を使ってるので、少し茶味の強いボディになってますので、まあよりちょっとソフトな着心地とかが好きな人は、うん、いいかなと思います。とグレーだけ若干違うんですよね。そうなんです。あの生地の硬さというか、まあ、綿自体がこっちはいわゆるオーガニックコットン茶綿を使っているので、はい、まあ、縮立もちょっと強いし、生地の触った感じも正直やっぱりちょっと柔らかい感じにはなります。はい、で、まあ、今、サイさん持ってる鮭、サーモンは、いわゆる染めてる色なんで、こっちはもうちょっとやっぱり少しこれよりは硬さが出ますけど、やっぱりすごくこうフェードした感じの赤の雰囲気がしっかり出てるので、まあ、これがスタートですから、ここから色落ちてくるとさらにまた良くなるんですよね。そうですね。はい。で、こっちがスミクロ。で、スミクロは、洗うときに、洗ってもちろん、洗ってもって全然いいんですけど、干すときに、基本的に裏返しの方がいいかなと思う。要は、ものすごく反応の強い染料なので、結構、茶味が出てくるんですよね。ああ、赤っぽくなる。そう、赤っぽくなってくる。要は、ブラウンっぽく変わっていくんですけど、はい、表側で当てちゃうと結構色の差が出ちゃうんで、はいはいはい、基本的には裏返しにして、まあどれもそうなんですけど、ね、裏返しが一番いいんですけど、裏返しにして、まあ陰干しっていう方が一番いいかなっていうぐらい反応が強い。だから、そうです。ガンガン洗っていくことによって、より表情もしっかり出てくるので、はいはい、まあ、もちろんどんどん雰囲気が変わってきますと。はい。
逆にその茶味を出したかったらこのまま干しちゃってもいいってことですね。でもほらあの 日の当たる方向決まってるんで一緒にこう回っててくれればいいですけど、はいはい、紫外線の当たる方向がね一定になっちゃうと あれ前と後ろで違くねみたいな感じにそうなりかねないので、はいはい、まあ、それはちょっと気をつけてくださいねっていうことです、はい。まあ、私は部屋干しなんで関係ないですそうですね、はい、部屋干しの人は大事関係ないですよ、ね、俺も一応こう影干しなんで、はい、基本的に、うん、そう影干し裏返しではやってますけど、はいはい、意外とね洗濯に関する問い合わせが多いんですか。あ、なんかね、そうみたいですよね、はい、だからあのまあ僕ら結構多分サイさんもそうなんですけど、うん、結構適当なんで、はい、あのそうなんです、そうだから割と別に気にしないっちゃ気にしない、うん、まああのまあ、さっき僕もこれで言いましたけどその色がついてるものはできるだけ裏返しがいいのは間違いないです。あの、はいはいはい、例えばね奥さんとかに渡して洗濯しといてって言って奥さんが天気いいからほら、まあ、なんか旦那のスウェットクソ生地が厚くて乾かないから、うん、日向にとかやられると、はいはい、なんかどんどん色変わってくるんで、はいはい、それは裏返しにしてもらえば多少防げるし、はい、一応一言言っておいてもらって そこが気をつけると。そうで別になんあのデニムみたいにこういや水で洗わなきゃいけないんですかとか、うん、そういうのは気にしなくていいと思いますね。普通に洗剤でね、うん、そうガンガンもうあの市販の洗剤入れてガシガシ洗ってもう現代版のヴィンテージにしていくのが僕はベストだと思うんで、なんか学生の時の体操着洗うみたいな感覚で、そうそうそう本当にそのノリですよ。いや全然いいと思います、はい、ただまああとはよく買った時に僕も言ってます乾燥機、うん、あのいわゆるタンブラー乾燥ってあのコインランドリーのガス乾燥にやられると、はい、想定以上の縮みが出る可能性があるので、うん、ちょっとそれは避けた方が俺はいいかなとは、スウェットに関しては、ね、スウェットに関しては思ってます、うん、はい、まあ、そのぐらいですよ ね、 そうね、そうだ基本面はね絶対洗えるんで、そうそうそう、はい、あれまあ頻度も人それぞれなんだけど、うん、俺は一回来たら全部洗っちゃいます。ああだからそれはそれで全然いいと思う、はい、例えば本当に僕もちょっと前の動画で言ってましたけど、最高でもまあ2回ぐらいというか僕の中の基準で2回で2回着ると、まあ、1回洗った方がなんか着ていいかなって思ってやってるわけで、着てるうちに、ね、だんだん分かります。だんだんこうね、なんかこう腰が抜けてくるんですよ。で腰が抜けてきたらそれをリセットする意味で洗ってあげるっていう、なんかこうやっぱ目がちょっと広がって、そうそうそう、で洗うことによってまたキュッと詰まる感じだから、そうです、そう、その繰り返しで生地がしっかりしていくので、まあ要はあの伸び続けさせちゃうとやっぱ戻れる範囲で決まってきちゃうので、はい、そう垂れてきちゃうっていうのがその辺です ね、 ですね、まあ、あとは細かく言えばこれ皮脂とかもやっぱりね、まあ、冬場であったとしても皮脂はつくんで、うん、そうそう袖とかのやっぱり、まあ、堅牢性強度がちょっと落ちていくんで、はいはい、そういうのも抜く意味でも洗濯っていうのは必要になってきますので、はい、洗濯つながりで、はい、一応これ見洗いじゃないですか。そうそう見洗いですね、はい、まあ、1回目の洗濯って結構縮む、縮みますね、はい、どのくらい縮むか、お私持ってきました。おお、なるほど。ちょっと検証してみましょう。ああ、いいですね。はい。はい。お願いします。はい。はい、そういうわけで奥さん。はい。なんか検証動画みたいな。検証動画です、ね。はい。でも結構みんな望んでる人多いんじゃないですか。そう。そう小さいね、はい。こちらが宮来の403の、サイズ44。そうです。で、私が、前回ね、403、無地の44、ダークネイビーですね。はい、こちら買いました、はい、ちょっと1回もう5、6回洗濯してるんで、あ、じゃあもう縮み切ってます、ね、はい、大体ね、そう1回目2回目3回目ぐらいで決まるんです。そうですよね、はい、なんでじゃあ、はい、お願いします。じゃあ合わせてみますね、はい、まずは竹から見ますか、はい、いい感じで舞台を保ってますね、濡れてますね、感じがかっこいい、ね、縮むんですよ。縮むね。こうしてみると。こうしてみるとね。うん、違いますよね、うん。まあ、一応ざっくり言うと、着丈、ちょっとこの前丈と後ろ丈で少し長さ違うと、うん。やっぱりこのぐらいの差です。それはやっぱり4センチぐらい。うん、はいはいはい、縦方向に縮む、ね、まあ、あの最初に言ったら半分ぐらいの、ね。そうです。指の半分ぐらいというのがこれですね。まあ、でいかないかね。うん。半分の1よりは多いかなぐらいの感じにはなります。はい、まあ、もちろんこれも結局その干し方として例えば、半乾干しだったりとかこの下にこうまあね、こう干す場合っていうのは水が下にこうどんどん行く重量があるんでやっぱそれで少し、まあ、縮みを抑えられるのがあるんで、例えばこれを自宅の乾燥機とかで、まあ、そのガス乾燥じゃなくて電気乾燥機とかでやる場合、あのいわゆるドラム式ですね、はい、っていうのでやる場合だとやっぱり重力がかかりませんのでもうちょい縮みがしっかり出てくるかなと。あ、そう、はい、まあでも基本的にはこんなぐらいです、はい。私ちなみに普通に洗濯機で、あの、なんて、
ジェルボールみたいな感じ、はいはいはい、洗剤入れて洗濯して部屋干しですって感じですかね、はい、でこんな感じになります、はい、であと身幅ですね、横方向の縮み、意外と縮むね、そうですね、まあやっぱりちょっとこちらこっちぐらい揃えますね、片側に揃えてみるとこれだけ縦と同じぐらい縮んでますかね、そう、まあ、バスト周りに関してやっぱり、まあ、平置きでやっぱり3センチぐらい、まあ、ぐるりで6センチぐらい縮んでるんですね、結構ねやっぱ縦方向の縮みを僕らも強く言うんですけど、まあ、横も確かに縮むんですよね、そう、ただまあ意外と運動し、まあ、この辺の伸びっていうのはある程度あるんで、そうそう、あんまり気にならないの、気にならない、まあ、平置きしちゃうと目立つけど、こうくすっぽりね、うん、円で考えるとそうでもないよ、そうなんですよ、だからそこまでなんかナーバスになることでもないかなとは思います、はい、それよりやっぱりこっちを気にされる方が多いんで、確かに短くなっちゃったってなると ね、そうなんですよ、だからそこが こっちはね体合わせればいいからまあね究極そうですけど、痩せばいいんだ、そうそうそう、まあでも一応縮みは出るけど、まあ、横はある程度伸縮があるんでっていうところで見てもらっていいかなと思います、で、まあ、あとはじゃあ袖丈ですかね、首の方から合わせると袖の方もそこそこ縮みますね、これでね、うん、こんな感じかな、そうですね、こんな感じかな、あーどうしてみてやっぱ変わるんだな、そうですね、これでも実際に検証するとね、やっぱりまあ一応ここ2センチぐらいだけど、ここっすね、やっぱアームホールも結構細くなってますね、好きですね、うん、だいぶだいぶ変わりますね、だから、まあ、まあよくねあの平たく言うとワンサイズとかって言いますけど、まあ本当にそのぐらいワンサイズぐらいの縮みが出ますよってことですね、正直まあこうしてみるとあなんか結構違うなと思うんですけど、着たら別にそんな怖がんないですまあそうですね、あのそもそもジーパンとかと違って生地が柔らかいので、そうそうそう、あんまりこうなんかそれによってこう受けるストレスっていうのが多くないですからね、洗うのと洗った後でそこまで明確な違いはちょっと分からないです、うん、まあ洗う前もそこそこしなやかなんですけど、洗うとよりしなやかさが増すので、はい、まあ、そうなることによって逆に言うとそのきつさみたいなところも逆に解消するっていうところもあるとは思います、だからまあまあねやっぱりそんな気にしないでいいですよとは言えないですけど、さすがに縮むので、はいはいはい、そう、ただやっぱりまあそこまでナーバスになんかすごい変わっちゃうのかなっていうことではないっていう感じですかね、はいはいはい、まあまあでもそうですね、まあやっぱりそのある程度ちゃんとその着丈とかっていうのの縮みと、まあ袖丈なんかもねやっぱりあの身長のサイズが身長ある方だと袖丈も短くなっちゃうとね、そう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 、っていうのもあるので、はい、まあ、その辺は一応縮みを考慮してもらって、うん、で幅はよほどじゃなければそんなに気にしなくてもいいかなっていう気はします、はい、そうですね、はい、じゃあ次にこれどうですか、選択肢どんな感じですか、いやだいぶいい感じのこのねやっぱりこううね感がすごい出てるじゃないですか、はい、この感じがすごいいいのと、でこれ毛羽感がちょっと上がってきてますけど、この毛羽っていうのはだんだんこう落ち着いてきますから、これね、はい、いい、釣り編み機のスウェットっていうのは毛羽が上がっても毛玉には絶対なんないです、あ確かにそう、確かにならないんです、そこまでの前に削り落ちる、なぜか分かんないけど、そういうことなんです、そうなんです、でもこれをいわゆる革新機って新しいやつでやると、はい、毛羽が毛玉になってなるよね、そう、あの繊維長がねこうどん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 出てきて、はいはい、毛玉になっちゃうんですよ、これね釣り編みだと絶対ならない、そうなんです、ここがすごいと思うんです、だからね、ほんとガシガシ洗って、だから何も気にしないでほんとガシガシ洗ってきてくださいって。で、ね、うん、で色はね、ほんとはちょっとダークネイビー、その、まあ、生のものと比べるといいんですけど、だんだんフェードしていきます。はい、で、サイズは天日に干さないから、なおさらちょっとゆっくりじっくり押してくるので、うん、まあ、そうなってくると、より紫色が強くなってきます、はい。スウェットの経年変化まで研究する。どんどんおかしい不動画になって変態さ、変態チャンネルですね。いいですね、まあ。こういうのがあってもいいと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そういうわけでね、はい、あれいいの来てんだ、奥さんでしょ、ああめっちゃ気安い、はい、めちゃくちゃいいです、結構、ね、あれなんかいいの来てる、幸せだよ、これ幸せだすごい、幸せときたか、はい、いや、でもね、いい感じですよ、やっぱスウェットのベージュと合いますね、あ、パンツね、うん、あ、スウェットね、血のパンね、うん、なんか、これ前回403の動画ね、紹介と無地の紹介をした動画を見ていただいた方わかると思うんですけど、はいはいはい、私サーモンとダークネイビーすごい迷ってたんですよ、ああ、はい、そうですね、はい、サーモン着て最終的にダークネイビー着てこれ買いますってダークネイビーを買ってた、はいはいはい、はい、そうですね、はい、いやこれ買うでしょ
このくだりは。このくだりは、まあ、まあ、リベンジみたいなところありますからね。ちょっと間空きましたからね。そう、ちょっと、ちょっとこう我慢させといてからのみたいなね。そうそうそう、逆に良かった。あの無事2色買わないで。ああ、なるほどね。柄が入ったから。そう、まあ、そうで、上原さん結構柄入ってもそんなにうるさい柄じゃないので、そう、意外とね、無地が好きだよっていう人とかにも受けがいいんで。ね。うん、いいと思います。はい。はい。さあ、じゃあ。じゃあこれください。ありがとうございます。まあでも本当に、なかなかね、数入ってくるものでも少々ないので、はい、まあ早めのタイミングでね、はい、選んでいただけるといいと思います。そうですね。はい、ちなみに、はい、サイズが、はい、まあ私44。はい。はい、で、僕が40のミアライト。40ですね。はい。はい、2サイズ違うわけですね。2サイズ違いますね。はい、まあ、やっぱりね、山村さんアーム細いですからね、うん。結構綺麗に切れますよね。すっきりするんだよね、やっぱ、ね。そう。だからね、その辺がやっぱ形的にももう重ね着もしやすいし、うん、単品で着てもらっても全然バランスいいですしね。いいですね。はい。さすがにね、ウェアハウスさんで、創業当初からね、そうですよ。作ってるだけのことありますよね。本当に、はい。まあだからやっぱそれだけ息の長いアイテムってことは、それだけ愛されてるアイテムですからね。うん、素晴らしいです。はい。素晴らしいです。じゃあ、次回の動画はね、これ着てるかと思いますけど。どんどん着るもの増えますね。ありがとうございます。はい、じゃあ、そういうわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。Set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.